下唇と顎をクリックして、スマイル。こんにちは、ロビンです。テルルだよ。今日は雑談として技術デモンストレーションのお話です。こんなサンプル動画を見たことないですか？1枚の画像に対して特定の場所をどこまで移動させたいか指定してやると、元の画像を維持したまま変形させた画像を作ってくれるというものです。簡単に差分画像が作れるってこと？期待してしまいますね。これはドラッグユアガンといって、シンガンパンさんという方の共同研究チームが5月18日に発表した論文によるものなのですが、瞬く間に SNS で拡散されて、フォトショップキラーだとかゲームチェンジャーだとか話題となりました。マックス・プランク研究所とか MIT とか、なんだかすごそうな名前が並んでるぞ。6月に GitHub でコードが公開予定らしいので、待ち遠しいわけですが、この論文が発表されるや否や、非公式の実装版を名乗るものがいくつか登場し、すでに体験が可能になっているものもあります。火を見るにビンとはまさにこのこと。このジーチャンライさんという方のものは、ドラッグガンの名で PyPI にも登録済みで、簡単に PIP コマンドで構築できるようになっています。マジで初動が早すぎる。使えるとあれば試してみたくなっちゃいますよね。公式コードが公開になったら比較できるように、今日は非公式実装版ながら、このドラッグガンをローカル環境に構築して、どんなもんなのか体験してみたいと思います。早速 GitHub を読みながらインストールしてみます。要求スペックはというと、低解像度モデルでビデオメモリ 6GB が必要なようです。とりあえずステーブルディフュージョンが動かせるだけあれば大丈夫そうだね。 Apple 環境でも動くようですが、以降 Windows 11 と NVIDIA 環境を前提として書いていきますね。また作者的には Python の実行環境であるアナコンダでの構築を推奨しているようです。こんだって。ただよく読んでみると、仮想環境を作ってトーチとドラッグガンを入れるだけっぽいので、パワーシェルでもできそうです。大丈夫なのか。適当な場所にフォルダを作ります。例としてドラッグガンアンオフィシャルとしてみました。そしたらこのチャンネルの過去動画でもやっているように、ここに仮想環境を作ってアクティブ化します。フォルダ内でパワーシェルを起動します。そしたらパワーシェルに Python-M-BNB で仮想環境を作ります。仮想環境を作ったらドットスラント BNB でアクティベートします。ここまでは過去にローラ学習やウィスパーの構築でやったのと同じやね。そしたら PyTorch をインストールしろと書いてあるので、 PyTorch Org にアクセスして自分の環境に合わせてコマンドを組み立てます。作者が CUDA11.7 で書いているので、その通りに作ってください。インストール用コマンドができたらコピーしてパワーシェルで実行します。 PyTorch を入れたら、次はドラッグガンをピップインストール。構築はこの2つのコマンドをペーストするだけで終わりです。簡単だね。早速立ち上げてみましょうよ。これはオートマチック1111と同じくブラウザで操作することになります。グレーディオデモのコマンドをコピペします。するとオートマチック1111の時と同じようにローカルアドレスが表示されるので、これをブラウザで開きます。ブラウザで開くとこのようなデモ画面が開きます。これでローカル環境への構築は完了です。やったー。早速使おうてみましょう。使い方はすごくシンプルで、モデルとドラッグポイントを選択するだけです。モデルは人用や猫ちゃん用が用意されていて、ニューイメージボタンでサンプル画像を切り替えられます。とりあえずデフォルトお姉さんを動かしてみます。右のセットアップタブで動かしたいポイントを設定します。青から赤へ向かって移動してくれるようなので、鼻先からほっぺを選択して顔の向きを左に変えるという動きを作ってみます。左のイテレートは画像を何コマ生成するかを表しているようです。今回は200コマにしてみます。これでドラッグ開始してみると、1コマ1コマ生成されていきます。出来上がるまで待機します。完成したのがこちらです。こいつ動くぞ。って鼻がビヨヨンってなっとる。青い点から赤い点に向かって顔の向きを変える動画になりました。ただ今回は移動幅が大きすぎたのか、鼻が歪んでしまいました。いやよー。他の画像でやってみるとうまくいくので、画像によるところもあるようです。指定していない部分も自然に追従するので、人の仕草や人体の構造をどれだけ学習できているかが重要になりそうですね。これ簡単にアニメや差分作れるやんと思うかもしれませんが、
現状ではまだ無理です。自前の画像をアップロードする機能もあるのですが、物体検出の事前処理がまだまだ発展途上なようで、クリーチャー化して実用に耐えません。そんな、そのため現状はまだサンプル画像で遊んでみるだけの、あくまで実装デモンストレーションの域を出ないようです。それでもそう遠くない将来、画像1枚から当たり前のようにアニメや動画が作れる、そんな時代の足音を感じます。新ガンパンさんの本コードが公開になったら改良されると思うので、今後に期待ですね。今回はこのあたりで、また来週。台風に備えとけよ。